では案内します。人造人間20号に19号、僕のいる未来とは大きく違ってきている。それでは行きます。少年から衝撃の事実を聞かされてから3年、ついに人造人間たちが町に現れた。彼らを見つけた悟空は戦いを挑むも、心臓病の進行により苦戦を強いられる。そんな悟空の前にベジータが現れる。お前では私に勝てない。じゃあ早速その強さ見せてもらおうかな。気をつけろ、こいつ何か狙ってる。計算通りの戦闘だ。ソン、気候派の類は撃つな。こいつら気を吸い取るらしいぞ。気吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、悟空のやつ様子が変だぞ。もうそんなに気を奪われていたのか。いや、直接は一度も吸い取られていないはずだ。愚かのおめえ、欲張る。おい、あいつかなり辛そうだ。そんなに気を吸い取られちまったのか。やっぱりそうだ。お父さん病気なんだよ。心臓も。心臓？あの時未来から来た奴も言っていた。ウイルス系の心臓病か。バカに言えよ。そいつは毒薬もらって毒に治してもらったんだろ。僕は気を吸い取られちゃっただけさ。バカ者が、さっさと始末してしまえ。思考回路に問題があるようだな。おじさん、おめえの力そんなもんか。私でも十分。くし、どうなっちまったんだ俺の体。無駄だ。ではエネルギーをいただくぞ。カロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。なんだ。データにないパワーだ。全力で来るんだな。俺はお遊びはせんぞ。知りたいもんだ。
人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。はい、そうか。スーパーサイヤ人に。穏やかな心を持っていないとなれないんじゃなかったのか。穏やかだったさ。穏やかで純粋だった。正しい純粋な悪だ。そして凄まじい特訓を繰り返したさ。あの時俺は自分の限界に気づいた。自分への怒りで突然目覚めた。スーパーサイヤ人かな。やはりこんなものか。拍子抜けだぜ。